シーバスを持つ時に、フィッシュグリップで下は貫通させる、え、って言います。シーバスにかなりダメージがあると、そうですね、そこに穴が開いてしまいますと、あの、ダメージは当然な、な、くはないです。ね、えー、ただそれ塞がるんですよ。ね、塞がん、でも時間かかるんですよね。はい、えー。フィッシュ、えー、魚が開かないように使うには、どうすればいいでしょう。グキグキってやらなければ、あかなく、あの、あかん、あき なる開かなくはな、ね、い開きにくくなる、ね、まあ仮に開いてしまってもねしばらくすると治ってくるんだけどあんまりにも、えー、変な風に開いちゃうとね、えー、フィッシュグリップ教えておすすめまあシマノのねあのー、高い方と安い方があるんだけど安い方ちょっと高い方持ってきてくんないあれはなかなか出来がいいですよ軽,軽さも軽いし重さがね 150g なんですよ 今俺使ってるのこれなんだけど、あの高い方はね、高すぎだと思う。これだって安い方さって1万3800円するからね。ね、あの高い方はね、値段高すぎ高すぎく。ね、ちょっとそんなにすんのっていうぐらいですね。これはいいと思います。色が3色ぐらい出てるかな。はい。 俺は真っ黒に使ってま村さんはバスダンスをするバスプロはカントリーで、えー、バラスみたいなこと言ってましたが、えー、昔してませんでしたあの、バスダンスってのは僕らはテレビの中で、おーおーおおおってわざとやるっていうのはあるにしてもいいですかあの、知らないでやるっていうのはないです。はい。 えー、縁にというやつがですね。さあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方がですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございますオンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問というのをですね時間にお答えしてあ村田はじめちょっと楽しみたいないうったら、ね、ぜひご入会をよろしく